さあというわけで、うんえー、今回はですね「学生時代の謎の風習」というテーマでメール募集してるんですおなんかいいじゃんはいラジオネーム大ンさん、はい、おいさん加藤さんスタッフの皆さんこんばんは,んはいつも楽しく拝見させてもらっています風習というか地域限定みたいなお話かもしれません僕の出身は千葉県なんですが通っていた小学校の給食には麦芽ゼリーや うん、味噌ピーナッツと呼ばれるものが定期的に出ていました、うんはい、お休みの子や食べられない子がいると争奪戦になるぐらい人気があった給食めっちゃ美味しかった味噌ピー、えー、あ,あったんだありました袋入ってるやつ大学時代に他県の友達と給食の話をしたり麦芽ゼリー味噌ピーナッツという存在を全く知らないみたいでびっくりした記憶がありますと、えー、小学生だった20年ほど前のことなので今はなくなってるかもしれませんが加藤さん同じ千葉県なのでご存知ではない麦芽ゼリーってなかったですかななななないないないいそんなのないよ え爆瓦のパワーだ見ようあれえ違うかえ、見ろ、見ろでしょあ、そっか、それ違うわ爆瓦ゼリーとありましたよ爆瓦ゼリーっった黄色っぽいやつだよねみそピーナッツはミソピーは袋入ってるピーナッツでむっちゃうまいっすえー、ミソピーだか魚のあてみたいな感じあ、本当にあのピーナッツにあの、粘度の高いあの、味噌が絡まってるみたいに<ー>ビヨーンって伸ばして食べてるやつへぇ、えー

爆ガゼリー。この黒いやつ、見えます?。これ。これ。え、これ<だ>で、で、知らない?。え、みんな知らないって。クソ田舎者だな、お前ら。爆 <laughs> ガゼリー知らないとか。信じられない。あ、爆ガゼリーは千葉のみなんだ。えー、えー。知らなかった。ちなみに僕、僕は愛媛ですけど。はい。給食で。ポンジュース出てました。 週に1回あそうなんすかしかもポンジュースもなんかその,なんかあの紙パッケージの三角のパッケージがあって、はい、でそれにストローさせて飲むんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかったこれもやっぱ争奪戦の合ってましたねやっぱその地域地域の名産みたいなあるんすねうん,うん今も出てんのかな週一でポンジュース出てそう、うん、どうなんだろう いまだ,だに空港ではオレンジジュース出るんですかあ<ー>口かあ蛇口からポンジュース出ますねうーんじゃあ出てそうだけどね蛇口からポンジュース出ますけどねなんで <laughs> ダ,ダメなんですかいや俺あれちょっとやっぱなんか苦言を呈したいんですよだ,なんでだってあんな空港なんて他県の人しか来ないわけじゃないですか、はい、でそれを見てさ、うん、やっぱ愛媛ってポンジュース出てるし <laughs> みたいな 感じでこう都市伝説が広まっていくわけあれよくないな <laughs> しかもあれ飲む人いないっすよね多分そうあまあ,あのなんかお店に行ったらポンジュース出るところあるんですよだから300円とかでその蛇口ひねって1回分のポンジュースが飲めるみたいなとえ。へ<ー>でも松山空港はそのもうなんかこうモニュメント的な感じでずっとポンジュースが出てる蛇口とかがあるんですよ、はい、なんか松山 みかんのお化けみたいななませんなんかそういえばのんか俺そこでポンジュース飲んだ気がするんだよな「みかんのお化け」<笑><笑>じゃなんか「みかんのお化け」みたいなキャラクターいません,ん 10m 10ぐらいの空港から,からそこでの脇で俺ポンジュース飲んだでも味は美味しかったあ、ね、気がしますね美味、うん、しい美味しい確かに、うん、あとさそ香川県だったら、はい、うどんうどんのだし汁、はい、が蛇口から出るっていう都市伝説が <laughs> あってでもそれないっすよねあるのよえ<っ>あるんですよ確かどうやってそれはでも、うん、そのー空港だったかどうか忘れたっすけどでもありましたね、うん、でうどん屋さんでは普通に蛇口ひねったら出汁が出るんですよへえ香川のうどん屋さん,さんねだよねありますよねそうなんだそうそうそう,そう俺知らなかった確か空港ではそういういなんか話題性 を提供するためにいろいろやってるんだ、まあ、他県の人はねエンターテインメントとして楽しめるかもしれないですけど、うん、でも自分の県としてはさやっぱなんか誤解が広がるだけっていうかまあね日常的に自分の家にねポンジュース出てるわけじゃないですからね、うん